さて放送席の方は解説に東京スポーツの山田隆さん、そしてゲストにはサンダー杉山さんを呼んでおります。サンダー杉山さんは柔道四段ということで、一つ柔道技の解説の方をお願いしたいと思います。はい、サンダーさんよろしくお願いいたします。はい、さてスペシャルイベント両選手の紹介です。柔道ジャケットマッチ、あなたは365番組ゴリラモンスーン。ゴリラモンスーンです。堂々の体育。青コーナー290番組アントン・ヘイシンク。柔道世界一アントン・ヘイシンクです。いささか緊張した表情です。レフリーはジョー・樋口さんです。さて山田さん、いよいよファン待望の柔道ジャケットマッチ始まろうとしておりますけれども、この試合の実現になるまでにはですね、審議委員会のお一人として非常に苦労されたそうですけれども、その背景を一つお伝え願いたいと思いますが。そうですね、とうとう実現したかという感じなんですがね、はい、実はこのマディソンスケアガーデンシリーズの初日にですね、ゴリラモンスーンがヘイシンクが柔道着をつけてリングに上がったことに非常にアピールしましてね、はい、そのことがきっかけで、なんなら柔道着をつけた試合をやってもいいぞという、申し入れをしたわけですね。はい、この挑戦をなかなかヘイシンク受けて立たなかったんです。オーソドックスなプロレスを目指している全日本プロレスのリングでなかなか実現は難しいかろうと、はい、いうことだったんですが、はい、とうとうヘイシン君もやはり受けて立つ気になりまして、なるほど、それなら仕方がないということで、実現にこぎつけたわけですね。そうですか。ファンの中からも非常に要望がありましたし、世間の話題になってしまったということもありましてですね、スタートしましたね。そうですね。さてそれではもう一度この柔道ジャケットマッチ特別ルールを簡単にお伝えしますと、1ラウンド5分間の3ラウンドマッチです。従いまして3本勝負ということになりますが、先に2本取った方が勝ちでございます。そして勝負がつかない場合は10分間延長することが決定しております。その他プロレスの PWF ルールは全て有効。それから柔道の方では締め技と抑え込みは認めます。カウント20で勝利を呼ぶことになっております。それから山田さん、ヘイシンクに有利な投げ技はホールに準じないそうですね。そうですね、しかしね、どんどん投げてですね、ダメージを与えて KO 勝ちという手はありますね。なるほど。なんといってもこれ柔道着つけた試合ですから、ヘイシンクは当然投げ技、抑え込み、いろんなの柔道技で狙っていくでしょうし、一方のモンスーンはですね、そうはいかないと、プロレスの技は全部使っていいわけですから、当然プロレスの技を狙っていくでしょうね。はい、試合が始まっております。両者が柔道着をつけました。ゴリラモンスーンの挑戦を受けて立った形になっております。アントン・ヘイシンク、プロレスラーになった現在におきましても柔道の練習はオランダのユトレヒトで欠かしたことはないというアントン・ヘイシンク、柔道に限りましては絶対的な自信を持っておりますアントン・ヘイシンク。しかし山田さんのお話にもありましたように、プロレスラーとしてはまだ駆け出しの1年生ですから、プロレスの技を駆使されたら分かりませんね、この試合は。非常にきついことになりますね。しかし杉山君どうですか、ヘイシンク投げられますかね、この大きな体を。いやだけどね、さっきルールの説明聞いてたけどね、柔道着着てることはヘイシンクにとって非常にプラスだけども、ルールはそのプロレスのルールでしょ、非常にその投げてもそのポイントにならないというね、そういう難しいですね。そうですね、どっちかというとヘイシンク不利ということじゃないですか、ルールの説によってね。下馬評では圧倒的にヘイシンク有利なんですかね。ちょっと今ルールがね、しかし寝技にもつれ込んでおります。モンスーンが抑えてますね。そうですね、やっぱりね、モンスーンは暴れちゃってますからね。アマチュアレスリング、そしてプロレスのキャリアは16年というゴリラモンスーンです。格闘競技のいわゆるセンスというんでしょうか、そういったものはアントン・ヘイシンク以上のものを持っております。巨像ゴリラモンスーンです。柔道のズボンはゴリラモンスーンはつけてませんね。これはね、柔道着をつけるということでですね、眼球に押し通したらしいですね。なるほど。さあ早くも抑え込みに行くか、巨体がのしかかります。ゴリラモンスーンが上になっております。力を込めましてうまく跳ねのけましたが、足がロープについております。レフリーのジョー・樋口がこれをきれいに分けました。第1ラウンドの中盤を過ぎました。3分を過ぎております。1ラウンドは5分間で行われます。特別ルール3ラウンドマッチ3本勝負です。やっぱりモンスーンが巨大なもんですからね、さっきから大内刈りだとか内股だとか、いろいろ柔道の技かけようとしてやってますけどね、なかなかやっぱり動かんですね。そうですね、
相当足技を狙ってましたね。さっきからもうやっぱり彼を倒すに足技しかないですよ、うん、やっぱりねその腰に乗せて投げるってことはねあんだけの体ちょっと柔道界見張る人もないですからね。そうですね、帯を締め直しました。レフリーの城樋口さんも柔道の心得がありまして学生時代は柔道4段の免状を持っております。払い腰に行きますアントン・ヘイシンク。そろそろお得意の技が出てきましたかアントン・ヘイシンク。しかし山田さん巨体半分ぐらいまで約30センチぐらいキャンバスから上がりましたけれどもそれ以上上がりませんね。投げは成功したんですが、すぐその後反撃に来ましたね。そうですね、怖い顔をして相手を睨みつけております。ゴリラモンスーンです。まだプロレス技はほとんど出しておりません。肩車で行きました。控室でこのゴリラモンスーンにインタビューを申し込んだんですが日本のこの伝統的な柔道の技をこのゴリラモンスーンもほとんど知っているということを言ってますがね、まあ、なかなかね格闘技については非常に研究してますからね。そうですね、この特別試合はゴリラモンスーンの作戦の方は攻撃の方はレスリングでそしてディフェンスは柔道でいくとこういう風に語ってくれました。ゴリラモンスーン、おっと抑え込みに入りましたね。はい、入ったですね。城樋口さんがそういうアピールを行いました。四方固めになってますか、今朝固めになってますか。上四方ですね、はい、上四方固めに行きました。アントン・ヘイシンクでございます。アントン・ヘイシンクの上四方固めが入りました。カウントが進んでおります。第1ラウンドで1本先勝するのはアントン・ヘイシンクか。さあどうだ、さあどうだ、決まったようです。1本取りました。アントン・ヘイシンク上四方固め1本先取。どうですか杉山さん、やっぱりさすがですね。さすがですね、柔道チャンピオンですね、はい、でもモンスーンもあれですね、もうやっぱり今みたいなその巻き方してると、今度はやっぱり相当そのなんていうんですか、このままじゃすまさんとというもの持ってますね。そうですね、ここで1分間の休憩が与えられますが山田さん、はい、第18回の東京オリンピックで無差別級で優勝したこのアントン・ヘイシンクですけれども日本の神永を破った、抑え技は袈裟固めでしたね。彼はね袈裟固めが得意なんですね。そうですね、しかしどちらかというとですね、柔道着をつけた場合袈裟固めよりも私はむしろ上四方みたいな結局ね僕はね今日はヘイシンを研究してると思います。なるほど、ということはねその胸の厚い人ね、胸の厚い人にね袈裟固めいくとね王道にしてひっくり返せるもんだ。そうですそうです、やっぱりね安定感というのはやっぱりこう上四方の方がなんか安定感ありますね。なるほど、しかも柔道着をつけてるんでね抑え込みやすいですね。なるほど、そうですね、さすがにねヘイシン君もね研究してますよ。相手が大きいからね、作戦立ててますね。そうですね、なんといってもゴリラモンスーンの巨体が気になります。158キロあります。しかしなんかやはりヘイシンク柔道になるとやっぱり自信持ってますね。なんか違いますね、非常にね顔つきがね、はい、実に颯爽としてるんだな。そうですね、アントン・ヘイシンクは140キロです。しかしこれはモンスーンはね今度プロレスの手で出てくるんじゃないですかね。そうですね、もう今第2ラウンドが始まりました、ヘイシンクのペースでいったんですからね。そうですね、柔道ジャケットマッチ第1ラウンド1本選手しておりますアントン・ヘイシンク、上四方固めで1本選手しましたヘイシンクであります。あと1本連続して取るとアントン・ヘイシンクの勝ちということになりますね。そうですね、はい、さあこのラウンドは思い切ってプロレス技を駆使してくるでしょう。ゴリラモンスーン異様な風体です。上半身には柔道着、下半身にはタイツを身にまといました。ゴリラモンスーンです。1936年ニューヨークの出身、足に手をやったモンスーンが足に手をやりました。肩車で投げに行ったんですね。そうですね、はい、そして今度はすかさず抑え込みに行くゴリラモンスーン。第1ラウンドの序盤戦と同じような試合展開になりました。しかし山田さん、アントン・ヘイシンクとしてでもですね、せっかくプロレスラーとしてスタートしたわけですからこの柔道マッチはプロレスルの技も出したいということを言ってますが ね1ラウンドを見た限りでは徹底した柔道技で攻めまくりましたね、なんか締め技やってるんじゃないですか、なんかよく見えないけれども、うん、こっちからよく見えないですね。ちょっと締めてるような感じ、ね、締めてるような感じもありますね。襟を締めているようです。送り襟になってるようですね、もうすぐな上四方ですね、もうすぐが今度抑えてくる、ね、そうですね、上から抑え込みに行ったのはゴリラモンスーン、両方の手を離しました。ダブルチョップですか。そうですね、ダブルチョップに行った、これはプロレス技です。
柔道着の上から肩口にダブルチョップを見舞います。ゴリラモンスーン、水平に垂直に角度鋭く打ち下ろします。ゴリラモンスーンのダブルチョップ、パンチ、耳へのパンチですね、耳へのパンチですね。なんかもうまともにやったらちょっと柔道やったらもかなわと思ったんですよね。刻々と時間が過ぎていきます。プロレスリングでは珍しいラウンド制、第2ラウンドが始まっております。顎に手をやりました。スタンディングポジションを取った。あっとチョップでいきます。チョップで顔面を攻めるゴリラモンスーン、力があります。ロープに飛ばした。さあどうだ、ベアハッグに行くか。ベアハッグから今度は寝技に持っていく。両方の背中に手が回っております。ゴリラモンスーン、ま、ベアハッグですね、はい、グランドにこそなっておりますけれども、ベアハッグの状態が続いている。ゴングを要請しましたね。ギブアップしたんですか。ギブアップしたんですね。あーすごいですね。さすが力のありますゴリラモンスーン。2本目はゴリラモンスーン、ベアハッグ。スタンディングポジションを取ってベアハッグに行って、グランドに入ってもベアハッグを外しませんでした。ゴリラモンスーン1対1になりました。やはり山田さん、両方とも体が大きいだけにフィニッシュブローは締め技ということになりますですね。そうですね、ベアハッグ行って、あの寝技にもつれ込んで倒れても離さなかったですね、体重をものすごくかけながら締めたんですね、はい、相当あれ腰をね、倒れる時にあの手が回ってたでしょ、だから相当背骨痛めてますね、はい、ね、体をくの字に曲げておりますアントン・ヘイシンク。リングの下ではザ・デストロイヤー選手が、セコンドに入っておりましたけれども、心配そうに今ヘイシンクコーナーにやってまいりまして、アドバイスをヘイシンクに授けているところでございます。さあいよいよ3本目が始まります。1対1の今のところ互角になっておりますが、このラウンドが勝負ですね。山田さん、そうですね、これはヘイシンク早くダメージから回復しないとちょっと苦しいですね。そうですね。杉山さん、はい、ヘイシンクの表情を見ていかがですか。やっぱりそのプロレススタイルになっているとやっぱりモンスーンに分があるようですね、はい、さあ第3ラウンドが始まりました。最後の5分間になりますかどうか。もしこの試合が引き分けに終わりますと10分間の延長が認められます。ダブルチョップ、2ラウンドの中盤からこのダブルチョップを見舞いました。ゴリラモンスーンです。不気味な笑い、一歩下がりました。アントン・ヘイシンク両方の襟を掴んだ。襟を掴んで柔道技に持っていくことができるかどうか。しかしかなりなダブルチョップの攻撃強力です。だんだん体が沈んでいきます。アントン・ヘイシンクロープに飛ばしました。今度はなだれに行った。抑え込んだ。どうだ、カウント2だ。これは柔道技、いやプロレス技ですね、はい、フライングボディシザーズロープですね。珍しいことやりましたね、ロープの反動を利用しました。ちょっとヘイシンクも捨て身技ですね。そうですね、うん、惜しかったな。だけどさあ今度は巨体のモンスーンが持ち上げましたけれども、そのまま倒れ込みました。ボディープレス決まりません。アントン・ヘイシンク140キロのアントン・ヘイシンク、モンスーンは非常に体重があります。158キロです。両者が衝突しました。正面衝突、両者が頭を押さえる。ダブルナックダウンになりました。カウントが進む。どっちが先に起き上がれるか。腰を打っておりますアントン・ヘイシンク。ロープの2段目を掴んで最上段に手がかかった。さあ立つか、フェイシング立つか、フェイシング立つか。ゴングを要請しました。1分47秒、モンスーンのカウントアウト。そうですね、リング内 KO という、そういうことですね、はい。今10カウントですか。10カウント、そうですね、 WWF のプロレスルール。そうですね、結局第3ラウンドでカウントアウト、カウントアウトという形になりました。アントン・ヘイシンクに柔道ジャケットマッチ対価が上がったわけでございます。体格ではね、モンスーンが有利な展開だったんですがね、あの体当たりした時の格好がね、はい、非常にヘイシンクがあのうまく入ってしまいましたね。下からね、頭でなんかぶつかったみたいな。そうですね、ですね、アピールを行いますゴリラモンスーン。
俺は本当に負けてしまったんだろうかというようなあっけに取られた表情ですけれども、これはもう、ルールの委員会で決まったことですから仕方がありませんね。そうですね、はい、やっぱりリング内 KO ということは歴然たる事実ですね。そうですね、リング内 KO、 10カウントが進んでしまいました。先に立ち上がったのがアントン・ヘイシンクで、結局リング内カウントアウト、アントン・ヘイシンクが勝利をものにしたわけでございます。柔道ジャケットマッチ、日本で行われました初めての柔道ジャケットマッチ、結局アントン・ヘイシンク、柔道世界一のアントン・ヘイシンクが挑戦したゴリラモンスーンを破ったところでございます。勝ちましたアントン・ヘイシンク選手に、関係各位からそれぞれ大きなトロフィー盾が贈られることになっております。勝ちましたアントン・ヘイシンク選手に勝者を賞与いたします。勝者トロフィーは東京スポーツ新聞社井上社長よりトースポ杯の贈呈でございます。まず東京スポーツ新聞社井上博史社長よりトースポ杯が今アントン・ヘイシンクに贈られました。続いて NTB 杯が日本テレビの江守運動部長より大トロフィー、勝利のトロフィーが今アントン・ヘイシンクに贈られました。一つ山田さん、判評をお願いしたいと思うんですけれども、注目の柔道ジャケットマッチ、非常にね緊迫したね、はい、試合でしたが、ヘイシンクの粘り勝ちといったような感じを受けましたね。なるほどね、やはりこれはヘイシンク日本のリングで絶対負けてなるものかという執念を持って戦ったと思うんですね。日本のファンの前で絶対負けられないという気持ちがね、あの最後の体当たりで起き上がるね闘志によって現れたと思いますね。はい、さあ非常に友情に満ちた両選手の表情でございます。この試合が決まってからゴリラモンスーンは必要以上にヘイシンクをマークしてまして、旅に出ましても同じ客車に乗ることはありませんでした。非常に敵視しておりましたけれども、柔道ジャケットマッチ惜しくも負けはしましたゴリラモンスーンですけれども、今両者がお互いに健闘を称え合ったところでございます。アントン・ヘイシンク対ゴリラモンスーンの柔道ジャケットマッチ、結局2対1、アントン・ヘイシンクが勝利を収めたところでございます。